編集長の伊沢です。浦です。山本です。そして三井住友銀行の柳田と申します。よろしくお願いします。過去にないオープニングどういうことなの？はい、今回はですね、三井住友銀行さんとのコラボ動画になっております。なるほど。ということですね、グリーンで統一されてるからね。そういう意味だね。ということで現役の銀行員さんに来ていただきました。すごい、本物だ。なかなかないですよ。ありがとう。本物だっていうことはあんまないけど、ね、銀行員さんに対してなかなかあの偽物の銀行員さんないけど。嫌だよ。ずっと銀行で一筋でやってます。ありがとうございます、はい、マスクにも御堂助が。そうですね、こちら銅行のキャラクターで。はい、ということで本日は全7問の早押しクイズ対決を行います。シンプル、シンプルです。はい、ただクイズするだけではなく、おそのね、解説を柳田さんにお願いするというね、お話でございます。超生きた知識。そうなのよ、すごいよねこれ。すごすぎ、ありがたい。ちょっとファクトチェックチームも気が楽だね。三井住友銀行さんとのコラボということで、今回の問題は全て金融とかお金にまつわるクイズになっております。なるほど、はい、そうでしょうね。そうですね。妥当。それはそうでしょう。サッカーの問題出ないと。はい、では参ります。はい、問題。東京証券取引所第1部に上場する銘柄の、あ、日経平均株価。正解。打っていった、打っていった。すごい。うち、はい、だとしてもすごいけど225銘柄ってことでしょ。完璧でございます。すごい。このレベル。分からんけど、ニュースなどで聞きなじみになる言葉ではありますが、そうですね、今2万7000ぐらいかな。2万8000何千ぐらいですかね。どうなんでしょうか。俺が嫌だっていいんだよ。いつものノリでやりそうだった。柳田さん、これはどういったものなんですか。はい、そうですね、日経平均株価とは、インデックスと呼ばれる市場の動きを、表す、指標として、重要な指標として、ニュースなどで用いられる言葉ですね。なぜ重要かと、言いますと、世の中の動きであったりお金の動きというものが把握できる、指標となっております。他にも、日本だとトピックスっていうようなインデックスであったり、アメリカですとニューヨークダウ、あるいは S&P500 というような、インデックスが、指標がありまして、そちらの方も有名な指標となっております、うん、で最近だとインデックスファンドっていうような言葉もよく耳にするようになっているんですけれども、こちらは例えば日経平均株価のようなインデックスにですね、連動するような投資信託になっております。こちらは非常に分かりやすいということで、初心者の方にも大人気のものになっております。まあ、なぜ分かりやすいかと言いますと、日経平均株価が上がれば、それに連動するインデックスファンドの価値も上がってですね、資産も増えていくというようなことで、非常に今儲かっているかとか損しているかっていうのが分かりやすいという形ですね。勉強になる。分かりやすい。ということで1問目は日経平均株価です。分かりました。一応経済学部卒なの。それでは、はい、2問目参りましょう。はい、参ります。問題。ある出来事が巡り巡って意外なところ。バタフライ効果。残念。違った。違います。違うんだ。あ、ぽいと思って。めっちゃぽかったけど、ね、全然ぽいと思ってね。それは最後に行きましょうか。はい、では最後まで読みますね。はい。ある出来事が巡り巡って意外なところに影響を及ぼすことを、風が吹けば何が儲かるという。分かってるでしょ。オケや。正解です。勘で出る職業じゃない。勘で、勘でオケやは出ない。頭にオケやが思い出す。なんでこの問題と、はい、確かにこれもね。柳田さんいけますか。はい、大丈夫です。これ柳田さんに解説していただきます。風が吹けば桶屋が儲かるとはですね、うん、まあ、ことわざで、ある出来事が巡り巡って、まあ、意外なところに影響を及ぼすということわざの意味ですけれども、こちらはですね、金融の世界でも格言として、まあ、使われることが多い言葉になっております。何も一見関係ないようなことがですね、巡り巡って回り回って相場に影響が与えられると、まあ、そういったことが非常に多いので、まあ、そういった時に、このことわざ、この格言っていうのを用いるっていうような形ですね。おー、なるほどね。参りましょう。うい、3問目参ります。問題。1万円札の裏面に描かれた鳳凰像と、だから平等院。鳳凰堂。よし、平等院。
しょ。今のセーフ。平等ウィング正解だったんで答え出たんで、よしとしましょう。そうそうそう、正解。ということで、はい、柳田さん、はい、解説お願いできますか。はい、これいける。結構酷使してない。平等院はですね、京都府の宇治市にありまして、そこからありまして、城長さんが、作った阿弥陀如来像とかが有名で国宝にも指定されてたりします。そこまですごい。1994年に古都京都の文化財の一つとして、世界遺産にも登録されてるっていうので有名ですね。はい、ありがとうございます。すごい世界遺産の知識。シンプル社会の解説。普段はなんかこういう解説はされないですよね。まあそうですね、ただお客様と話すときにやっぱりいろんなことを知っていた方が良いので、はいはいはい、幅広くいろんなことは吸収したいなと思って。さすがっす。かなり無茶ぶりをしたんだけど。どう見ても無茶ぶりだった。では参ります。問題、ディマンドプールや。よし、インフレーション。正解。これは早いね。ディマンドプールやコストプッシュなどの分類がある、長期間にわたって物価が上がり続ける現象なんという、ということでインフレーション正解です。わあ、一矢報いましたね。早かったね。インフレとはですね、長期的に物価が上がり続ける現象のことを言いまして、まあ、インフレーション楽になっております。うん、長期的に、物価が、上がり続けますと、同じ金額でも、買えるものの量が、減少していってしまいます。例えば100円で2004年に小麦粉を買おうとすると約 500g 購入することができるんですけれども、2014年だと100円で約 400g しか買うことができないんですね。うん、世の中の、金利が低いのにそれを超えた率でインフレが進んでいくと、口座に集めていただいているお金の価値が目減りしていくことになります。まあ、ですが、1問目で勉強したようなインデックスファンドなどを利用することによって、そのお金の価値の目減りっていうのを防ぐっていうような効果も期待できている、うん、できますね。確かに。はい、ということでね、福井さん何年やってんの。嘘でしょ。柳田さんと伊沢さんと福田さん。福田と伊沢側だったんか。そういうこと。それでは5問目参りましょう。問題、福利で年利 3%24。 正解。いや分かるけど。分かるけど、でも早いよ。倍になるのに何年かかるでしょうってね。よしちなみにこれじゃあどうやって解いたの。倍になる時だけ使える公式があって、72の法則みたいな。なるほど。で、まあ、パーセントが3だから72割る3で、まあ、答えが求まるっていうやつを使う問題であってくれって思いながら。そうじゃなかったです。出せないね。柳田さん、はい、解説お願いします。はい、はい、こちらはですね、もう解説する必要がないぐらいおっしゃる通りでして、まさに72の法則を問う問題だったんですけれども、福利はですね、元手となるお金と、まあ、その利息分にも、来翌年以降もですね、その元手プラス、利息の分、両方にですね利息が乗ってくるっていうようなことですっていうような解説もしたかったんですけれども、もうほとんど出番がなかった。はい、ということで3対2いい勝負ですね。いい勝負ですね。俺は急に勝てる気がしてる。いや、2問ともめちゃくちゃ早かったもん今。では参ります。はい、問題、ひらめき問題です。おっと。国や公共団体が使う公費の下半分がなくなるといくら残る。$8。正解。ドル。それドルか。よっしゃ、これは柳田さんに解説したい。お願いいたします。はい、まあ、これはひらめき問題なので、ちゃんとある。解説ある、ちゃんと。あります。公費の漢字で書きますと、まあ、公に費用の費と書きます。で、それの下半分なので8が残って、費用の方で言いますと仏という字が残ります。で、この仏という字なんですけれども、実は漢字で読むとドルというような読み方をします。なので8とドルで合わせて8ドルというのが正解ですね。これもやらすんだ。申し訳ないわ、今日全然仕事してない。絶対ひらめき問題の解説したことないだろうに、うまい。すごくスムーズに。ありがとうございます。シンプルに悔しかった。確かにひらめきでね、負けると悔しいね。いや、そうなんだ、ね、いい相談だったから。ということで、はい、残り1問残しまして、はい、伊沢さん4点、福田さん2点、うん、いい勝負です。いい勝負です。相対的に見たらね、いい勝負です。これどう、こういう時ってどうしたら面白くなるんですかね。
それも聞くなよ。聞いてみよう聞いてみよう。そうですね、まあやっぱりあんまり銀行員なので、あの初めのルール変えるのはどうかなと思うんですけど、ちゃんとしてる、まあ、ただやっぱり YouTube のルールなので、最後は、まあ、5点おーちょっと控えめ5点だけあ5点なんだ、はい、そこはやっぱね、折り目正しい感じよし、ヤマさんのおかげで逆転のチャンスが本当だよ。ということで、面白くなってまいりました、はい、最終問題まいりましょう。よっしゃ、はい、まいります。問題、年間40万円を上限として最長20年間非課税で運用できる2018年1月に導入された投資の積立NISA。正解したい。よし、5点にふさわしいものということで解説をお願いします。はい、喜び準備してる積立NISAはですね、問題文にもありましたように2018年1月にスタートしました、少額投資非課税制度というものになります、うん、こちらですね、大きくポイント2つありまして、1つは定期的に定額を投資信託の購入に回しまして、そのまま運用ができるという点ですね。2つ目が、この問題文にもあったんですけれども、年間40万円までを上限として、最長20年間その利益っていうのを非課税で受け取ることができるっていうような制度となります、うん、でこちらの制度をですね利用して、今若い方からでも資産形成を始める検討されるっていう方が非常に増えてます。実は身近な銀行でも行うことができまして、三井住友銀行でももちろん行うことができます。三井住友銀行では、積立NISAで選べる新しい商品を追加しました。世の中では S&P500 問題1問目でやった問題ですね、うん、こちらに連動した、インデックスファンドっていうものが人気なので、今回三井住友銀行で追加したファンドっていうのもこういったものになっております。なるほど。さらにですね、まあ、三井住友銀行では投資信託の口座を持っている人に限るんですけれども、投資信託のご購入であるとか積み立ての申し込みっていうものが全てアプリ上でできることになっております。でもこのアプリなんですけれども、グッドデザイン賞を受賞しておりまして、おお、はい、いきなりすごいそっちに行くじゃん。あのデザインもあることながら使いやすさとかにもこだわって設計しておりますので、ぜひ一度使っていただけたら幸いです。アプリでねできるのはそうです、ね、便利ですね。わざわざ行かなくていいって、ね、そうですね。どうしてもやっぱり平日お忙しい方ですとか、うんうん、夜間ですとかっていうのだとアプリでやっていただくのが一番便利かなっていうような形ですね。これ積み重ねがね本当にバカになんだよね27年生きてきて思った。最近この1年特に感じたよ。あ、そう、こういうことからねちゃんとやっていくことが多分将来大きくなっていくんだろうなっていうのね、うん、いわゆる将来に片足突っ込んでる状態で感じ始めてきた。おー、うん、最近こういう感想が本当にリアルになってきた。というわけで優勝は伊沢さん。はい、よっしゃい。ということで本日は三井住友銀行さんとコラボでクイズをやってまいりました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。リアルな勉強になった我々も受け止める内容でした ね、 今日ね、考えたいなっていう話でした ね、 そうでしたね。三井住友銀行さんではですね、店頭の窓口だけではなくてオンライン面談も可能、うん、ということなんで今日実際行員さんに来ていただいた。なるほどなるほど。もう自宅でできるってことですね。最高です、ね、これはもう実際に働いてる方の顔もね、そうまさに安心感があるんで。でもさっきの説明ありましたけど、三井住友銀行だとね、家にいながらスマホのアプリで口座開設可能ですし、条件次第で即日で口座番号が分かることもあるということなのでスムーズですよね、うん。で今日のクイズでですね、銀行口座の開設等に興味を持ったという方はぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。そしてさらに三井住友銀行ではたくさんのキャンペーンをやってます、まあ、例えば普通預金口座を新しく作ると V ポイントがもらえるキャンペーンなどもあるそうですので、ぜひこちらもですね概要欄の URL チェックしてみてください、はい、ということで柳田さんありがとうございました。ありがとうございました。働いてる人の顔代表今回来ていただきましたからね、ありがとうございます。ということでチャンネル登録、高評価、コメントやツイッターのフォローもよろしくです。さよなら。さよなら。